皆さん、このパイのところ、このパイのところがね、結構重要なんで、田中くん、はい。あなた今、寝てましたよね。いや、寝てないっすよ。退学でー。はい。退学？はい、関係ないんで、もうやる気ない子いらないんで、はい。いや、すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、このパイのところね、入試出るんで、ここ、注意しといて、みんな、ちゃんと覚えといてくださいね。あれ、池田くん。はい。今、ペン落としましたよね。あ、すいません。音がみんなに迷惑なんで。あ、すいません。退学で。もう、やらないんで。あ、関係ないんで。ありがとうございました。ここ入試出るんでね、みんなちゃんと覚えておいてくださいね。ここ、出ますからね。あ、もしもし、こちら、加藤優です。あのさ。はい。お前んとこで荷物頼んでんだけどさ。あ、さようですか。今日の午前中に指定してんだけどさ。あ、はい。まだ来ねえんだけど。あ、さようですか。早く届けてくんねえかな。すいません、そちら、運転手に電話かけてもらってもよろしいですか。いや、知らねえからさ。こっちはわからないんで。いや、もうお前届けろよ。ありがとうございました。関係ないんで、ありがとうございました。待て、おい。もしもし、こちら、加藤優です。お前おかしいだろ、お前。はい、何も届いてねえぞ、お前。それ運転手の人に電話してもらっていいですか？ありがとうございました。ありがとうございました。あ、もしもし。あ、すいません、皆さん、ちょっと一回聞いてもらっていいですか？あ、皆さん、ちょっと、うるさいんで、できんでー。まとめできんで。おい、なんでだよ、おい。順次お帰りください。なんで、そんなんもしてねえだろ、こっちは。ありがとうございました。関係ないんで。待てよ。おい。やっぱり僕は、ここかな。ここが一番、やりがいがあるんだよな。あ、すいません、お客様。ちょっと音がでかいので、できんでー。は？え？ダブルできんでー。なんでよ。は？音がちょっとでかいので、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。もう関係ないんで。いやいやいや、待ってよ。ありがとうございました。おかしいだろ。